TJPW 公式 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。リングアナウンサーの南田誠理です。本日は第3回となるタッグマッチのトーナメント、2人はプリンセスマックスハートトーナメントの組み合わせ抽選会を行います。はい、今回は全10チームがエントリーされています。なお坂崎優香選手は海外遠征が予定されているため不参加、そして水木選手もマジラビ以外で出場するつもりはないとのことで出場しません。また原宿コム選手も愛のゆき、楽の2人を全力で応援するため不参加となっています。10チーム中4チームが1回戦で、残りの6チームは1回勝てば準決勝進出ということになります。ここですね。はい、ということで、上の4つの枠を取ってしまうと、まあ、1回多く勝たなきゃいけないということで不利で、それ以外の6チームは、まあ、ハッピーということです。はい、そして1回戦2回戦は1月15日大手町三井ホール、1月19日新宿フェイスでそれぞれ3試合ずつ行います。そして準決勝は1月29日春日部ふれあいキューブで、そして決勝は2月11日後楽園ホールとなります。で早速抽選を行っていこうと思うんですけど、はい、ここに10枚の封筒があります。はい、でですね、封筒の中はというと、ダン、あ、はい、この、おお、こんな感じですね。はい、タッグの2人の選手の名前が書いてあります。でですね、これを私難波がどん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 引いていって、1から順番にここは誰々と誰々っていう風に決めていこうと思います。はい、じゃあ早速もう始めていきましょう。はい、めっちゃシャッフルします。はい、指輪つけてくるのミスった。はい、はい、混ざったかな。はい、こんな感じですね。シュッシュッシュッ。じゃあ早速決めていこうと思います。1番、はい、センターを向けます。はい、ドン、お、はい、上福幸、桐生真宙、はい、東洋ユニバーシティ1番ごめんね1回多く勝たなければ準決勝いけません。はい、じゃあ次ですね。これからだ、分かりにくい、これまた引きそうで怖いからこっちやろ。で、じゃあ次は2番ですね。2番、ここ、この人も不利です。やだな、絶対怒られる。じゃあね、これドゥン、お、宮本萌夏、長野ジュリア組。はい、ね、まあ、2人は空手でちょっと頑張っていただいて、ちょっと1回多く勝たなきゃいけないんだけどってブチギレられないでしょう、うん、優しいし、2人は。よし、はい、じゃあ次は、3番、こっちですね。はい、ここからは引いてもハッピーなとこはい、ドン、お、スズメ遠藤アリス組、はい、が3番に入ります。はい、ってことは、じゃあこの東洋大に空手、はい、勝った方とこの2人が戦うということですね。はい、じゃあどんどんいきたいと思います。次4番、ドゥ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 、大変かな。はい、おお、はい、野間ひかり、角田直美。はい、Wi-Fi、 Wi-Fi、 ここ入りました。はい、で、 Wi-Fi と戦う5番を引いていこうと思います。だんだん封筒が入ってきた。はい、5番になるチームは、ダン、おー、山下美優対伊藤真希、あ、間違えた、山下美優、伊藤真希組対野間ひかり、角田直美ですね。うわ、すごい、大変だ、大変だ楽しみですね。はい、じゃあ次6番、ってことはまたここからちょっと不遇の時代って感じ。いや、私のせいじゃないからね。はい、あ、
赤井咲新井雪組ですね。はい、ここに入ります。いやでもこのお二人はね、怒らない、大丈夫。はい、ということで、はい、じゃあ赤井咲新井雪組と戦う7番、次7番ですね。いやこれなんか7番の人一番怒ってきそう。仕切り直ししました。はい、じゃあ続きいきますよ。はい、この8番に入ってこの2組と勝った方戦う方、はい、引きます。はい、みんな静かにしててくれ。で、あ、大変。はい、辰巳梨香渡辺美優組、はい、8番、うわ大変。はい、いやー恐ろしいとこがね、はい、山ができました。はい、ということで、まあ、残り90ということで、まあここはどっちがどっち引いてもって感じだけど、まあまあまあ、はいはい、ということで中島翔子ハイパー三沢組、ここ強楽共鳴で最後でドゥン、はい、猫春菜鳥羽美香矢組、はい、ここに入りました。はい、ということで、はい、無事全て組み合わせが決定しました。このようになってます。こちらはですね、トーナメントは全試合レッスルユニバースで生中継をする予定です。トーナメントを制覇するのは果たしてどのチームなんでしょうか。はい、来年もお楽しみに。はい、以上、ナンバセリでした。